皆さんこんにちは聖パロ修道会の山内神父ですカトリック入門の第132回で今日はイエス・キリストの中でもこのイエスということについて一緒に考えていきたいと思いますイエス・キリストは神の一人子私たちの主というそういう表現をしたりしますし単にイエスと そういうふういふに読んだりもいたしますもともとこの「イエス」という言葉の中にはどんな意味が含まれているでしょうか。イエスというのはヘブライ語で「神のお告げ」の時に大天使ガブレールがイエスにこの固有名詞を与えていきますけれども。 そそれれはイエスのの身分とままた使命がその中に表現されています神の一人のほかに罪を許すことはできないまあそういうことからまさに神こそ人となられた永遠の恩子であるイエスにおいてご自分の民を罪から救われる方こういうふうに イエスの使命がいろんな形で表現されていますまあ、こうして神はイエスのうちに人間を救われる救済士全体を集約なさっていきますまた直接名ざれの子イエスとかそういうふうに直接こうその名前で呼ばれたりもいたしますまあ、こうした中にいろんな形で イエスががが救いいとと非常につながってるるこわかるのでではないでしょうかイエスの名は神ご自身の皆が罪の普遍的また決定的なあがいのために人となられた恩恒に現存しているということを意味していますイエスの名だけが救いをもたらす名前とも言えるものです。 それ以後全ての人はイエスの名を呼び求めることができます。恩子は受陸によって万民と結ばれたからです。まあ、こうして私たちは救われるべき名は天下にコロナの他には人間には与えられていないまあ、そんなふうに使徒言行録の4章などを参考にするとイエスがどんな方であるのかということが 分かってくるのではないでしょうか私たちのために救い主またあー救われるべき方としての名前というものがこういうふうな形でも読み取ることができるものです聖パーロがいろんな形でイエスについて表現していきます神はキリストを立てその血によって 罪を償う備え物となさいましたこういった表現の時にはイエスの人生において神はキリストによって世をご自分と和解させてくださったことを表していきますイエスがこの私たちとそしてまた神との関わりの中での一つの仲介者のようなそういう立場もあるしそしてまた 私たちの救いのために具体的な形をまた表現をこう示してくれているそんな感じがいたしますまたイエスの復活の時にもイエスの名前っていうのは大きな表現を持っているものです救い主である神の名に栄光を与えていくイエスの名こそあらゆる名に勝る なの思考の力を完全に表すものとなっていかれます特にフィリピ賞の2章を読んでいくとイエスの十字架の姿がこう表現されていてそしてまたイエスが本当にこう私たちの救いのために十字架を担った最後にはこの復活へと導かれることによってイエスが本当にこの救い主であるというその栄光の姿が 見えてくるものですイエスの名はキリスト者の祈りの中心的な役割を果たしてもいるものです。あらゆる天礼の祈りにおいては私たちの「主イエスキリストによって」というそういう言葉がよく出てきたりいたします。また聖門マリアに対する祈り特にアベマリアの祈りの中には「 あなたの子イエスも祝福されました、という、こういう言葉がその典型的な表現と言えるのではないでしょうか。イエスという表現を使うことによって、マリアとの関わりというのがよく見えてきますし、イエスの名前の意味というのが、こういったところにもこうよく出てくるものです。また、東京東方教会の人々もよく、 このイエスの言葉をコんでこう使ったりいたします。イエスとイエスの祈りと呼ばれる祈りの中に、イエスキリスト神の恩子主よ罪人である私たちを憐れんでくださいというそういう言葉によって表現されたりもいたします。イエスが救い主でありまたこの神の恩子であるということによって。 このののの三一体とと関わりいいうのがよくく見えてくるでではないでしょうか。まあそういった意味でイエスという名前はカトリック教会だけではなく東方教会いろんなキリスト教の教会の中にこういった形で本当に表現することができるものです。まあ、そして同時に豊かな意味を持っているんだなというのがわかるのではないでしょうか。 まあ今日はイエスについてお話をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いできるのを楽しみにしております